2日目5レース1予選勝ち上がりました奈良101期の山本慎一選手です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、藤井選手との連携になりましたけども、まず最初スタートを取りに行きましたけど、どういった作戦だったでしょうか。まあ、エイジは前の方で、まあ、野口が来たら、その後ろからっていう初手の運びはそういう希望だったので、まあ、まあ前取りに行きました。野口選手が、叩きに来たところ、4番手に入るような動きが、藤井選手ありましたけども、まあ、ちょっと苦しそうにしてるかなと思ったんですけど、その辺はどう見えてましたか。そうですね、まあ赤番で突っ張って、まあ、足は使ってると思うんですけども、ちょっとジャンのところの踏み方が甘かったかなって思うので、あそこしっかり野口に踏ましてたらもうちょっとスピードも上がって4番手入ると思うんですけど、ちょっと甘かったかなって思いますね。その辺の動きを見て、まあ、最終ホーム過ぎにあの小林選手のラインの方に切り替えたっていう形になるんですか。そうですね、まあ、勢いも良かったんで、まあ、両面でも合ってたんですけども、まあ、小林大選手の勢いが良かったので、ね、そっちに切り替える形になりました。最終バックぐらいからまくりになってます。それを追走する形になりましたけども、ご自身の足の方はいかがでしょうか。そうですね、まあ、足の感じは3番手入った後も溜まってたし、まああのちょっと4コーナーの動きがもうちょっと隙があったんで、あそこをしっかり修正しながら、やっていたと思います。はい、この後、2次予選になりますので意気込みをよろしくお願いいたします。明日以降もしっかり頑張ります。お願いします。